吉田さん、ユーストリームありましたね。ユーストリームっていう会社のオーナーをしつこく続けていたら、今首が回らなかったんじゃないかなと思うんですよ。だから撤退時期ってのはすごく大事ですよね。未来永劫のビジネスはないし、うわこんなすげえサービスが出てきたのかって一気に支持されても、必ずそれがね落ち目になる時ってあるわけなんですよ。じゃあ今をときめく Zoom ですけども、 Zoom 以外にああいう風なねリモート会議システムってないかって言ったらあるわけなんですよ。じゃあ今度どうですかね。 Zoom っていうのがあって、 Zoom にアフィリエイト機能がついたりとか、 Zoom のライブ内で投げ銭とかが始まったりとかね、なんか Zoom で会議してんのに投げ銭をお互いしたりとかねであと Zoom のその会議の内容って基本的にはクローズドですけども、それを一般ユーザーに開放することによって YouTube みたいにアクセスが稼げるみたいな仕組みがあったり、そもそも Zoom がですね動画投稿サイトに進化するっていうのもなかなか面白い形だと思いますよね。で YouTube で Zoom みたいな機能が今使えませんから、 Zoom と YouTube が融合してどっちがね頭の企業なのか分かりませんけども、 YouTube に Zoom 機能がねなんかこう Zoom を子会社化して搭載とかねなっても面白いと思いますし、 Zoom が動画投稿機能をサービスとして始めたらね YouTube の需要ってのもしかしたら吹っ飛ばされるかもしれないですしね、まあいろいろ考えられますよね。そもそもその Zoom ってね、私思うんですけども、結局Zoom でライブでいかがわしい行為っていうのをやってる人いるんじゃないですか。だって基本的には全部がクローズドのライブになりますから、例えばこっちでねいかがわしい行為をしていて、その行為を見たい方は1時間8,000円払ってくださいみたいな、もしサービスがあったとしたらね払う方がいたりとかで、 Zoom でいろんなことをねこう指示を出したりとかする権利があったりとかね、なんかやってるような気がしますね、どっかでね。うん、それこそ Zoom の URL で特定の年齢層とか特定のなんか性別とか特定のカテゴリーとかでこう販売されていてね、でそこに課金をすると自分の思った通りのモデルさんとか年代の方とかこう出ていてね、で自分の希望するシチュエーションをそこでやってくれてるみたいな。で Zoom ですからこっちからこう指示をすることもできたりとかね、うん、なんかいろいろ考えられちゃいますね。あ、ちなみにそのチャット GPT かなんかありましたよね。あれをなんかマイクロソフトが購入することによって Bing のねアクセスがかなり高くなってきて、これが将来 Google なんていう言葉がありましたけども、検索をするのね Bing っていう言葉に乗っ取られるんじゃないかなっていうふうに言い出す人もいます。いずれにしてもその Ustream があれほどね知名度高かったライブ放送の仕組みが今ほとんど使われてないんでしょうね、きっと。うん、凋落したようにね今をときめくあらゆるものもいつか終わりの日を迎えて、今の弱小ビジネスがね強者になる王道になる時代も来るでしょうね、やっぱりね。いってらっしゃい。